もう2年生で6年生の試合とか出てて、同い年でちょっと抜けてたんで、同年代と比べたら張り合いなすぎて面白くないなぐらいの。だから14の時に日本代表が初めてできて、そっから1回も漏れたことないんで。2006年にトップチームに昇格するわけですけども、なんかもう慣れるもんやと思ってたんで、プロに慣れてない自分を想像してなかったというか。皆さんこんにちは、本日のゲストは元日本代表ディフェンダーの安田道博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは現役生活お疲れ様でした。いや、お疲れ様です。あんま疲れてないんですけどね。実際疲れてない。なんかみんなにお疲れ様ですって言われるんですけど、はい、あんまなんかその言葉がピンとこうへんというか、うん、好きなことばっかずっとやってたから、あんまこう疲れたってよりもただただもう楽しくて充実した17年間って感じです。引退して生活変わりました？めちゃくちゃ変わりましたね。どんな感じで変わった？そもそもその一番最後に練習したのが11月末で、はい、そこからサッカーした回数って多分もう片手で数えれるぐらい。そもそも引退して体動かしたいとかサッカーしたいとか一切思わなくなったんで、うん、生活がもう全部変わりました。初めての出会い覚えてます？いや、俺は覚えてますよ。ケイトさんにはマジでめちゃくちゃ感謝してるんですよ。なんでですか？いや、俺なんか日本代表初めて入った時に19、20歳ぐらいで入ったんですよね、はい、俺からしたらユースとかジュニアースの時にもう全員テレビで見てた人みたいな、はいはい、めちゃくちゃ緊張っていうか、え、俺急にこんなとこパッて入ったみたいな感じで、一番優しくしてくれたのケイタさんです。で、これはほんまに、これほんまです。ケイタさんとエイジさん、この2人が一番喋りかけてくれて一番優しくしてくれたから、この2人にめっちゃ感謝します。ありがとうございます。いや、本当っすよ。いや、本当に？いや、マジでマジで。俺だからテーブル、食事のテーブルとかも結構ケイツさんの横とか、ケイツさん優しかったし、かっこいいし、うん、横とこみたいな。よくテーブルね、一緒だったし、なんか代表の時にね、ずっと行動はなんか一緒にいたような気はしますね。ね、そんな、本日はですね、現役を引退したばかりの安田さんのサッカー史を遡っていきたいと思うんですけれども、まずサッカー始めたきっかけって何だったんですか？サッカー始めたきっかけは、うん、大阪府の吹田市っていうところで生まれるんですよ。吹田スタジアムがあるところですね。 そっから僕2歳から5歳まで一回神戸に引っ越すんですよ。で、そっからまた吹田市戻ってくるんですよ、うん、その戻ってきたタイミングでガンバのクラブハウスが吹田市にできるんですよ、ドーンって、うん、で開幕したぐらいですごい盛り上がってて、うん、J リーグが逆に地元で野球してるっていう人おらんぐらい、みんなガンバガンバガンバみたいな。それでサッカー始めたんですか？それで気づいたらもうサッカー始めてました。それは小学校、みんなが公園でサッカーしてるんで、うん、みんなと遊びたかったらサッカーするしかないみたいな。うーん、でそれでなんか気づいたらサッカー始めたって感じですね。それがだから幼稚園の年長ぐらいですかね。それはなんかスクールとか行って？いや、もう本当に近所の子たちと近所の公園でやってました。少年団は小学校に入ってから入ったんですか？それで小学校1年生の時に YMCA です。何ですかそれは？ YMCA ってなんかなんていうの、多分全国にあるんですけど、多分ボーイスカウトとかみたいな感じのやつのサッカー版があって、地元にそこしかないからそこ入ったんですよ、はい、ユニフォーム緑っすよ、うん、背番号何番がいいって聞かれて、緑でって言ったらもう11番でしょ、カズさん。ああ、はい、うん、チームに11番20人ぐらいいて。でもそこから小学校4年生の時にガンバ大阪のジュニアに入るんですよね、はいはい、これはセレクションか何かがあったんですか？1年生から3年生の間に、うん、もう一個地元の吹田市の山田ってところなんですけど、はい、山田クラブっていうところの少年団のチームにも入るんですよ、うん、でももう2年生で6年生の試合とか出てて、もうちょっと自分的にレベル高いところでしたいなっていうふうに思うようになって、同い年でちょっと抜けてたんで。うまかったんだ？うまかったんですよ。なんでですかそれは？地元の公園でするサッカーが1年生が6年生がするんですよ、混ざって、はい、だからもう結構みんなうまいんですよ。そういうところで揉まれてたから、その1年生の時に6年生とすんのが結構当たり前みたいな感じだったんで、だから必然的にこうなんか上手くなっていって、同年代と比べたらもうあんまりちょっと張り合いなすぎて面白くないなぐらいの感じでやってる時に、なんかどうやらガンバジュニアっていうのがあるっていうのを聞きつけたんですよ、うん、同じマンションの友達が入ってたんですよ、はい、で
その友達よりは俺上手いんですよ、はい、うん、その友達は B チームって言ってたんですよ。で、はい、A チームはレベルめっちゃ高いと、うん、じゃあ一回練習参加してみたいなっていうことで、うん、一番最初は練習参加行きました。それ練習参加させてもらえるもんなの？させてもらいました。で練習参加してどうなったんですか？練習参加してそれはもう行く前はもうビビってますよね、うん、うわカンバジュニア、うん、大阪中の上手いやつが集まってるみたいな、うん、なんでいざ練習参加したら一番上手くて自他ともに認める一番上手かったんですか？自分だけが認めてたんじゃないですか？こんな余裕なんやみたいな、もっと上手いと思ってたみたいな感じになったんですけど、それでもやっぱ周りの選手はそれでもまあ自分が知ってる少年たちよりはもちろん上手かったんですよ、うん、でもそこでやりたいなと思うようになって4年生からガンバジュニア入ったっていう感じですね。どんなプレイヤーだったんですか？そのポジションは別にしても。ドリブルが好きでドリブラーでしたね。めちゃくちゃボール持ったら離さない系。離さない系ですね。左足で。いやもう両足でしたね、その時から結構。学年の中ではエースなわけですよね一応。そうですね、はい。まあそれから中学の進学と同時にガンバジュニアユースに入るんですよね、はい、これガンバジュニアユースはセレクションがあった。ガンバジュニア外の人は、うん、多分一次セレクションからするんですよ、うん、それこそ 50m 走とか、はい、リフティングとか、うん、なんかそういう基本的なこととかするんですけど、ガンバジュニアの人は一番最後の最後のゲームぐらいから参加できるんですよ、はい、それだけですね。やったのその中でも一番上手かった。いやでもなんかその時は結構関西中から来るんでガンバジュニアユースって、うん、はいはい、その時は結構上手いやつおるなっていうのは感じたし、それこそ小学校5年生の時に大阪トレセンに選ばれてたんで、はい、だからその大阪トレセンのメンバーとかがセレクションとかに来るんで、うん、まあレベルは高かったですね。でも受かるのは分かってた？なんとなく分かったし、僕大阪トレセンのキャプテンやったんでじゃあまあ一番だったんですね、はい、一応。いやまあなんかまあまあ受かるやろうなと思ってました。緊張はしてました、めちゃくちゃ。なんか一個上に兄貴とかがいて、うん、兄貴は落ちてるんですよジュニアスのセレクション、うん、お落ちてる、はい、でまあその上の結構上手い人とかも落ちたりしてたんで、うん、結構狭きもんやなっていうのは感じてたんですよ。多分何百人に20人ぐらい、うん、はい、やけどまあ受かる自信は結構ありましたね。合格してジュニアユース入るわけですけど、うん、1学年上に本田圭佑さん、はい、家永さん、はい、が在籍してたと。どんな選手だったんですかこの家永に関しては。小学校6年の時から関西で知らんやつおらんぐらい有名やったんですよ。長岡京に家永っていうえぐいやつがいるみたいな、はいはいはい、うん、2個ぐらいレベル上ぐらいな感じです。へ、入った時点で、はい、だからもう中学校2年生でユースの練習とかも行ってたし、ジュニアエースの試合にはもうほぼ参加せんへんみたいな、うん、飛び級飛び級ぐらいの感じでした。じゃあ一緒に練習することはなかった？いやほぼなかったですね。じゃあ家永ってどんなやつなのみたいな感じなんですか？なんかもうめちゃくちゃみんなの憧れみたいな。本田圭佑さんはどうだったんですか？本田圭佑はなんか変わってる変なやつでしたね世間の皆さんのイメージわかんないですけど、はい、本田圭佑に対する、うん、でもジュニアエースの時はジュニアエースってやっぱそれもう大阪中からその学年にエリートが集まってくるんで、はい、結構みんなギラギラしてるんですよ、はい、後輩とかに喋りかけへんみたいな感じですけど、うん、本田圭佑は一番優しかったです。一番後輩のところに降りてきてくれて、いろいろ教えてくれたりとか、一緒に遊んでくれたりする先輩って感じです。イメージとしてはすごくいい先輩。めちゃくちゃいい先輩ってイメージですね。だからこうなんか一個ですけど圭佑ってこう呼び捨てでも言えるし、タメ口でも喋れるしっていう感じですね、うん、へえ、なんかそれはちょっと世間の皆さんからすると意外かもしれないですね。いやそうですね、まあそのオラオラには変われないですよ、うん、王様みたいなのには、うん、ガンバのジュニアユースの時の成績はいかがでした？成績はもう全然でしたね、ジュニアユースの時は。ジュニアユースって 1,2,3 ってずっと同じコーチ同じ監督がいるんですけど、はい、1年生の時にもうコーチ3人ぐらい変わったりしてて、うん、で 2,3 でやっと一緒の監督コーチみたいな感じで、うん、結構なんか振り回された世代なんですよね。まあでも本当に全国とかはクラブユースとかは行きましたけど、決勝トーナメント1回戦負けとか、なんかその全国で3位とか2位とか1位とかはジュニアユースの時は1回もないですね。あの中学卒業後ガンバユースに昇格じゃないですか、はいはい、ただ
本田圭佑さんとかは星稜に行ったり、はい、高校サッカーみたいなものに進むとかって考えなかったんですか？僕はもうガンバユースしかなかったですね、頭の中に。本田さんはユースに上がれなかった？上がれなかったです。へえ。なんか僕が中学校の時に、うん、ガンバユースの先輩の稲本さんが J リーグでめちゃくちゃ活躍して、はい、中学校2年の日韓ワールドカップで活躍して、うん、でそれでアーセナルとかに行くんですよ、はいはい、その上には宮本常さんがユースの1期生でいて、はいはい、でシドニー五輪で戦ってて、だからなんか練習場もいつも横で練習してるし、うん、近くに見てる選手たちがそうやって上がっていくのを見てて、あ、自分もこうやってなれるんちゃうかっていうのを思ってたんで、だからまあ、うん、ガンバのユースに上がるっていうことしか頭になかったですね。そっか。もうあのユースでも順調に結果を残すですよね、はい、1年生からメンバーもずっと入って試合も出るみたいな感じです、うん、ポジションどこだったんですか？左サイドハーフとか、うん、右サイドハーフ、ボランチとか。ボランチ中盤やってましたね結構。まあ、あの2006年にトップチームに昇格するわけですけども、はい、どういう場面で言われました、そのトップチームに上がるっていうの？高校2年生の時にしれっと、あ、入試登録したからみたいな。おお。別に呼ばれて言われるとかじゃなくて、セレブレーションみたいな感じじゃなかった？入試登録した、あ、お前とお前とお前は入試登録したからみたいな、うん、って感じで言われて、うん、高2とかの時とかにサテライトリーグとか行ったり、サテライトの練習とか行ったりしてたんですよ。正式に言われたのは高3の夏ぐらいですかね。でもなんかあんまシチュエーションとか覚えてないですね。なんかもう慣れるもんやと思ってたんで。あ、もうその二種登録の時には、あ、もう俺プロになるなとしてたし、まあ、うん、それこそ、まあ、アンダー14から15、16、17、18でずっと日本代表にも入ってたんで。そんなにエリートだったんですね。すいませんでした、それは分かんなかったです。そのナショナルトレセンのセレクションとかあるじゃないですか、はい、みんな、はい、なんか俺セレクションせんでいいみたいな、もうセレクションせずにナショナルトレセン行けるみたいな。え、そうなの？感じだったんですよ。でなんかそのナショナルトレセン行ったら、うん、関西とかやったら関西で4人ぐらいだけ、うんうん、関東4人とかだけ集まって練習するみたいな、はい、そことかに行ってたんで、なんかもう慣れるもんやなっていうふうに思って。エリートですね。だから多分めちゃくちゃエリートやと思いますだから14の時に日本代表が初めてできて、うん、そっから1回も漏れたことないんで。じゃあもうなんか、ああ、もう自分はプロになるもんだなと。いや、そうですね、そう思ってプロに慣れてない自分を想像してなかったというか、うん、あ、ついに言われたかぐらいの感じでしたね。まあそこからプロになるわけじゃないですか、はい、で年代別もずっと代表選ばれてるじゃないですか。でトップチームに昇格した1年目2006年ですよね、はい、そのユースでやってた頃とプロでやってた時の何が違いました？プロ2年目2007年は西野監督に、まあ、左サイドバックにコンバートされるというか、はい、西野さんが左サイドバックにコンバートしてくれてなかったら、うん、多分ここまでのサッカー人生歩めてないんで、うん、自分のこうサッカー人生一人恩師あげろって言われたのが西野さんですよね。そして2007年のナビスコカップで決勝に進出、はい、そしてチームの初タイトルです ね、 ですね、ナビスコとしては、はい、あの国立の上から見る景色は本当に気持ちいいです、うん、あれはもう最高ですね。あ、